で、まあ、メンズエステの話させていただくと、皆さんメンズエステって言って分かりますか？メンズエステ分かります？チャッコロさん、いや違います、あのジャケット脱ぎました、暑かったんです知らん知らん、わかんない、なるほど、そうですね、まあ性的サービスの一切ない、健全なマッサージ店なんですけども、まあそうですね、他のエステ店とちょっと違うところがあるとしたら、まあまずお店に入ってから、まあ指名があったりだとか、なんでしょうね、コース選択があったりだとか、その辺があるんですけども、そこから、一度シャワーを浴びて、シャワーを浴びて、紙パンツになるという、場所があるんですけども、うん。で、まあ、店舗型なんですけどね、うん。で、まあ、割と、キワい格好をした、お姉ちゃんが、まあ、いろんな、こう、普通にマッサージをしてくれるんですよ。くれるんですよ。まあ、抜きなしって言われてる方なんですけど、行った店がね。ただ、俺は、メンズエステっていいよっていうのを友人から聞いていて、メンズエステってそんなにいいのってなって、初めてその電話して予約して行ったんですよ。うん。まあ、健全なお店だっていうのは聞いてたんでね。うん。抜きなしっていうのも知って行ってます。で、行ったら、まあ、その、契約書みたいな、まあ、紙を書かされるんですけども、その条項の中にね、性的なサービス一切ございませんっていうのを、絶対にその情に触れないでくださいとか、過度なお触り禁止とか、あの情が嫌がった瞬間に、問い合わさせていただきますみたいなのが書いてあるんですよ。ね。だからそれにまあチェックを入れて大丈夫ですってまあやってもらうんですけど、それでもまあなんでしょう、多少の期待はしていくわけじゃないですか。ね。でまあ紙パンツですよ。俺紙パンツ履くの初めてだったんだけどね、こんな格好で出歩いていいんだろうかみたいな感じで出歩くのね。うん。でまあ実際そのマッサージが始まるわけですよね。うん。でマッサージ始まって、こうローションとかさーって塗ってもらって、こう情がこういろいろね、こう普通にマッサージをしてくれるんだけど、思ってた以上に普通のマッサージだったんですよ。ええ。普通のマッサージなんですよ、マジで思ってた以上に、鼠径部中心だと思っていたら、思ってた以上に俺の背中だとか、腰とか、腕だとかを普通に揉んでくれるのね。うん。そう書いてあるやろがいって思うけど、そう書いてある以上のことを期待はするやろがいね、当たり前なんですよ。でもその一番最初に書いた契約条項が俺の中でくさびとして刺さりすぎてて、あの例えばね、その足の裏とかマッサージあるわけじゃないですかね。皆さん足の裏のマッサージ考えてください。足の裏のマッサージって対面の形になってやるのが一番効率いいでしょね。こう向かい合う形が一番ちょうどいい感じなんじゃないですか。うん。そんでやってもらうんだけど、あのまあそういう若干そういうお店なところもあって、わざわざ俺の体にまたがってこうケツをこっちに向ける形でこうマッサージするんですよね。わかる？そうすると、まあ俺の前にケツが来るわけですよ。で、キワい格好してるから、まあパンツが見えるわけですよね。そう、69みたいなことですよ。そう。そう。で、ただ、こう、キワい下の、そのね、スカートをしているのは事実なんだけど、そのスカートを、
若干めくっていいんだろうかっていう葛藤があるわけですよね、皆さん。わかります？そのこのスカートを一めくりするのは、その一番最初に書いたその契約書のチェックにセーフなのかセーフじゃないのかがわからないですってなるじゃないですか。でダメだろうなとは思うんですよ。おさわりはダメだって書いてあるから。でもなんだったら聞いてみればいいじゃないですか。僕にはこの口があるからね。すいません、ちょっとスカートとか触ってもダメですかねぐらいのことは聞いていいでしょね。聞けばいいじゃないですか。一言も喋れなかったんですよね、俺そのマッサージ店にいる間メンズエステにいる間、俺は一言も喋らずに帰宅したんですけど悔しくって悔しくってもう少し喋れるかなと思ったのに喋れすらせず、もしかしたら聞いたらまあスカートくらいだったら別にめくっていただいても大丈夫ですよぐらいのことは言ってもらえたかもしれないのに、それが悔しくってね。それが昨年末くらいの話です昨年末初めてメンズエステに行った話です。はい、いくらかかってん？だいたい2万5千ぐらいかかった。年末だいぶメンタルがやられてまして、癒しが欲しいと思った結果メンズエステに行きましたね。